で皆さん、突然ですが現在 YouTube で放送中の UDB あれアルティメイター4人中3人に対してチャレンジャー側が誰か全勝できるかっていう企画なんですけど、あれのアルティメイター側ですね、誰が一番強いか知っていますでしょうか。ってことで今回は俺の独断と偏見で作ったアルティメイター強さランキングを紹介していきます。でこの話をする前に先に2つだけ話しておかないといけないことがあるんですが、まず1つ目、あくまで現時点での強さランキングです。このランキングの上位にいる人たちは素の実力が半端じゃないんで、3ヶ月後に集計したら全然違う結果になってる可能性あります。ご了承ください。であともう一つですね、この動画を撮るにあたってツバイさん、ドットさん、ドラちゃんの3人が出てくるんですけど、一切許可取ってません。あ、これ想像してほしいんですけど、あの人たちにあなた3位なんですけど2位なんですけど動画出していいですかなんて怖くて聞けないじゃないですか。もうほんとごめん。それでは早速見ていきましょう。まず第4位が俺、唯一の一般人です。DMGP2022 のためにめちゃくちゃ練習した回やって多少強くなったんですが、前回のDuTuberフェスぐらいまでに関してはもうあの中にいた誰よりも弱かった自信があります。すいませんね、こんなところにいて。第3位、ツバイランス。彼は皆さんご存知の通り登録者10万人に向け動画投稿を頑張りすぎた結果、全盛期から若干の衰えを見せたためこの順位です。あとこれは完全に裏話なんですけど、GP 前にツバイさんちで調整したんですけど、彼はアイオンユピテルで盾殴ってました。さすがに時給5000円は出せません。ただし皆さん勘違いしないでほしいんですが、そもそもの経験値量は4位のカスと比べツバイさん桁外れに高いです。ただぶっちゃけ多少休んだところでその辺の DMP とは比べ物にならないぐらい強いんで、次の大型大会までにはどうせ本調子に戻ってるでしょう。はい、第2位、ドット。彼普通に社会人なんですけど、本当に就職してるのが疑問になるぐらい強いです。特に細かいところのプレイングですね、もうめっかに間違いません。もうほんとやってらんないんで、お願いだから会社だけでも窓際族でやってください。はい、ということで第1位がドラ焼き。彼なんですけど、今まで出会った DMP の中で一番強いやつをあげろって言われたら、俺は彼をあげます。もうほんとデッキビルディングの能力からプレイングに至るまでもう最高クラスの実力を持っています。ちなみにここだけの話なんですが、圧倒的な力の代償にカメラ外での性格が終わってるんですが、なかなかボロを出しません。いつか必ず白日の元に晒します。お楽しみに。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。